どうもこんにちは、パツニーです。皆さん、ないものねだりということはご存知でしょうか？自分の手元にはないものほど欲しくなる、誰にでもある人間の醜い差がです。それはもちろんエーペックス界にも存在するもので、誰もがみんなレジェンダリースキーに目が行きがちだと思うんですよ。はっきり言いましょう、実はそれ大間違いです。ということで今回は、みんな持ってるのになぜか使われない武器スキンのすすめ、武器スキン編ということで、今回はこのお題で厳選された全3つのスキンを紹介していきます。今回紹介するものの中で、きっとどれかは絶対皆さんのアイテム庫にひっそりと眠っている宝があると思うので、ぜひお楽しみ見てください。もし最後までこの動画を見ていただけたら、レジェンダリー武器スキンを買わずに済むので、クラフトメタルを節約できるようになります。そうすることで妥協なく、一番自分が欲しいものをクラフトメタルで買うことができます。なのでぜひとも最後までこの動画をご覧になってください。今後もね、こんな感じでエーペックスが100倍楽しくなるをテーマとした動画を毎日19時夜の7時ですねに投稿していきますので、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速本編。さあ、それでは早速一つ目の紹介から参りましょう。一つ目はですね、あのパッド最強プレイヤーとも名高いあの方も愛用している武器、最強武器です、スキンです。正直これに勝る武器スキンはないと思います。一発目からでかいのいきますよ。そんな最強武器スキンがこちら、 R301 のアークティックです。こちらに関してはこちらのアークティックについて紹介した動画ありますので、コスパを重視して武器スキン選びたいよって方必見ですので、ぜひともご覧ください。こちらのスキン、なんとレア度白、一番下のレアリティなんですよ。こういうラストスパルタンとかいう、なんかよくわかんない、バルタン星人の親戚みたいな名前みたいなやつがあるんですよ。そんなの使うぐらいやったらアークティックを使うってわけです。こちらのアークティックという武器スキンは、元の企画品と全く同じ形なので、バチバチ見やすいです。レジェンダリーのやつは ADS した時横に広がっていて、めちゃくちゃ見にくいんですよね。そっちの見にくいじゃなくて、こっちの見にくいでお願いします。こちら相当おすすめなものなので、持ってない方は少ないと思いますが、持ってる方はね、ぜひともとりあえず一回使ってみてください。では、撮影参りましょう。こちらほぼ最近に来た無料イベントで来たやつなので、持ってる方相当多いでしょう。でね、結構使ってる方実は多いんですよ、紹介する前から。申し訳ない、なのですでに愛用している方多いと思うかもしれません。申し訳ない、すでに愛用している方もいっぱいいるかもしれないけど知らん。そんな最強武器スキンがね、まあこちらなんですけど、こちら、はい、 EVA8 のキネティックエネルギーです。こちらシーズン9のコレクションイベントジェネシスで、これ無料だからといってバカにはできないクオリティなんですよ。あんまりエヴァって ADS しないんですけど、これはね、アイアンサイドが ADS した時結構見やすい。非常に普通にね、マッチ回してる時とかエヴァやね拾った時大体これですよね。8割強これです。多分今この動画見てくれている方ね、結構エーペックスを頑張ってらっしゃる方がほとんどだと思うんですけど、おそらく皆さんがこの武器スキン持ってます多分。なのでまだこれ使ってないよって方はもうめちゃくちゃ損してるので、もうね、使ってみたいな感じでさあ、3つ目の紹介ですけども、なんとこちら今なら無料で手に入る神運営武器スキンなので、今回絶対手に入れてください。そんな最強無料武器スキンがこちら、ウィングマンのファイナルフォームです。これはね、シーズン10のコレクションイベントエボリューションで無料の枠で手に入る一番上のやつです。それに関してはこちらの動画で、ウィングマンが大好きな方に向けた APEX が100倍楽しくなる武器スキンを4つ紹介していますので、ウィングマンを楽しく上手くなりたい方はもうぜひともどうぞ。これ実はね、まだ自分持ってなくて、実際アイアンサイトがまだ見たことないんですよ実はね。なので皆さん的にこのウィングマン、普通のレジェンダリーのね、ウィングマン、殺人光線とかは無人の翼とか、どっちが見やすいかなっていうのを教えていただけると助かります。もしねこれゲットして使ってみた感想をね、自分なりのね、表現してみたいなっていう動画を作ろうと思うので、まあお楽しみということで、もしこっちの無料ウィングマンの方が見にくいようでしたら、俺の方からね、運営にきつく通報しておきますのでご安心ください。警察にですよ。さて最後の紹介です。はい、これはねちょっと見た目がダサいかもしれませんけど、正直レジェンダリーより戦闘向きなのでかなりおすすめ。どの武器スキンをね使うか迷ってる方、もうこれ一旦ね、一旦これだけでもチェックしてほしい。そんな激ヤバ最強武器スキンがこちら、マスティフの作品です。こちら APEX をダウンロードしている方必ず持っているものです。もし持ってないよって方はね、概要欄に APEX の URL を置いておくので、ぜひとも APEX ダウンロードしてみてください。 APEX ダウンロードしたのに持ってないよって方はね、もう通報してください。警察にですよ。レジェンダリースキンはモニターがついてるやつとかあるんですけど、それがちょっと見にくいって方はね、今一度これ使ってみてください。変なスーパーでは紫のスキンよりも普通にこっちの方がかっこいいんじゃないかなって俺思います。地味でダサいですが、見方によってはいいと思う方いると思うんですよね。迷彩柄で自衛隊の方々よく目にしますよね。いけねえって聞いたらこと言ってもうたらあかんわこれ。とりあえずあれ使っとくか。領域展開、前言撤回ってぐらいダサいですね。もしクラフトメタルに余裕がある方はね、今来てるコレクションイベントのマスティフが出てると思うので、そっちの方が断然おすすめです。おしゃれだしね。これはね、本当に困った方へ向けたやつなので、これはこういい感じにね組み合わせてみてください。
はい、というわけで今回は以上です。だんだんね、前回紹介したスキンをね、もう一度紹介するってことが増えてきて、ちょっと若干気にしてます。同じような内容になってないかなーって不安で不安で、夜も眠れない日々はね続いています。皆さんから日々いただく応援コメントのおかげで、こうやって毎日ね動画の方をね投稿できて頑張ってます。本当にありがとうございます。これからもね、皆さんのね期待に応えられるような動画たくさん投稿していきますので、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そろそろね、自分学校が始まるので、毎日投稿いけるかなーって本当に心配なラインをねうろちょろしてますね。この動画もね、その日に動画を撮って、その日に編集して、その日に出しているので、なんとね、限界ギリギリ投稿状態でやらせてもらってます。ここまで見てくれている方にだけ言うんですけど、最近ほとんどエイペックス、いや、やってないんですよ。エイペックスを題材としてるくせに、あんまりゲームできてないっていうのは、いかがなものか言うてね、大丈夫なのかって、まあ大丈夫。それでもね、やらない日はないんで、まあマイペースにね、ゲームの方はやっていこうかなと思います。はい、今回も動画最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。終わり。